でお願いいたします。アーメン。それでは早速お任せしたいと思います。はいはい、それでは始めていきたいと思いますが、レジュメは皆さんお手元にあるでしょうか。レジュメを見ながらですね、講演をしていきたいと思います。まずはじめですね、前回第1回に来てくださった方はどのくらいいらっしゃいます。来られた方はあんまりないですね。はい、じゃあ前回のこともですね、あんまり前提とせずにですね、やっていきたいと思います。まず前回ですね、今回の間に、こういうツアーに、ちなみにですね、この人が、この2番目のこの人が林文雄ですね。で、次に来てるんですけども、前回、今回の間に、9月17日にですね、林文雄が、若い時代に、働いた東京都の東村山市にあります多摩前哨園にですね、学生の有志でですね、選挙局ツアーとして行ってきました。この中にも行った方がいるんですけども、どうでした。この真ん中にいるサングラスの方がですね、森本明治さんという方なんですけれども、この方は回復者、もちろん今ハンセン病のことをご存じない方もいらっしゃると思うので説明しますけれども、今療養所の中に住んでいる方々は全員回復者の方です。もう病人じゃないんですね。プロミン、戦後プロミンという薬ができて以来ハンセン病は治る病気になったんです。ただ後遺症などからね、あとは家族、後ほど説明しますけれども、患者の方のほとんどの方は子供がいないんですね。なので家族もいませんので、まだ療養所の中に住んでいる方が大勢います。森本さんはただですね、家族がいるんですね。なので今は療養所の外に暮らしています。で、本当に森本さんからね、本当にいいツアーでしたね。またぜひいつでも生きている限りやるよっていうのを言ってくださったので、またこういう機会を持ったらなと思っています。で、前回はですね、最初にハンセン病とは何かということを、簡単にですけれども触れてから講義を始めました。で、少しちょっと簡単にいきたいと思うんですけれども、これが、ハンセン病の症状ですね。末梢神経が侵される病気のために変形が起こったりとか、顔もそうですし手とかですね、あとは痛みに気づかないので神経が侵される結果として、でそれが手が変形してしまったりとか起こるんですね。なので見た目が本当に何というか特徴的なために、本当に世界でもですね、最も差別された病であると言っても良いと思います。これは現代の手がこうやって変形してしまうんですね。あとは、この方は本当に、まだいいとちょっと語弊がありますけれども、本当にですね、目が
なかったりとか、本当に口が上がってしまってよだれがずっと出たりとかですね、そういう見た目から見るって時に本当に差別が起こる、そういう病なんですね。で今日本ではもう本当にないんですけれども、途上国ではまだやはり薬がないために、あるいはこれは衛生状態に左右される病気なんですね。なので日本でも衛生状態が悪い時は多かったんですけれども、今はこういうふうに、あと暑い地域にも多い病気なんですね。なのでこういうふうに今でも多くの患者がいます。で日本では大体これぐらいのですね箇所がありまして、植民地にも作ってたんですね。で今日出てきますけれども、この帝名皇后というのは大正天皇のお妃様ですけれども、この人が一番すごく大きな深い関わりを持っているんですね。これまた後で説明します。まあ、この辺はちょっとまた後で説明しますね。でこういうふうにですね、ハンセン病ということが、病気が、今ではあんまり知られてないかもしれないですけれども、本当に世界でもですね最も差別された病と言っても良いと思います。そして、ご存知のように聖書の中でもですね、口学聖書までは雷という記述がありました。これはハンセン病のことですね。雷というのはハンセン病のことですけれども、旧約聖書のサラート、あるいは新約聖書のレプラですね。旧約聖書のサラートは今ではハンセン病ではないと言われています。なので、新共同薬で重い皮膚病、新化薬ではサラートとなっていますけれども、で新約聖書のレプラには含まれると言われますが、それでも長年ですね、あそこに書かれてあるサラート、レプラがハンセン病とされていたためにですね、差別をされたこともありましたし、逆に言えばキリスト教徒が特別な病として助けた、救済をしたということもあります。また人材ということですけれども、ハンセン病の医療に関わった方は圧倒的にキリスト教が多かったんですね。仏教徒もいました。もちろん仏教徒もいまして、特に信州大谷派などはたくさん関わっていますけれども、クリスチャンが本当に多いんですね。本当に救いを狭い意味で捉えるんじゃなくて、社会的な、社会にも使えるということを使命を帯びて、たくさんの方が関わっていった歴史があります。ですのでキリスト教がこのハンセン病テーマを学ぶ意味は大きいと言えるでしょう。その一人であり、また最も影響力を持ち、また典型的な人物とされるのが、前回と京都扱う林修明という人物です。この人は、これは前回触れたことですけれども、クリスチャン2世に生まれ、2世特有のですね信仰を救いの確信がないというか、そういう悩みがあって、ですので信仰的な動機から最も気の毒な方に使いたいということで、ハンセン病の医師になりました。また私立のキリスト教領事もたくさんあったんですけれども、私立ではやはり規模にも限界がありますし、また公立しか知らなかったんじゃないかという説もあるんですけれども、しかしですね、とにかく公立療養所職員に、この先ほど挙げました前哨炎の職員になりました。そして職員となった後にですね、ハンセン病患者のクリスチャンとの出会いを通して彼は信仰を覚醒されるんですね。ハンセン病患者であっても本当にハンセン病になったことを感謝していますというほどのクリスチャン患者との出会いから、彼は信仰覚醒を経験し、その後伝道に、また研究に、林修明は医学者でもありますから、また療養所内の文化形成として、療養所内でですね文芸活動をしたり、また子どもたちと遊んだりとかですね、本当に大きな貢献をしたと言われます。また療養所への隔離を肯定する思想的なものですね、その形成にも大きく貢献というか、大きく寄与し、文字通り本当に我が身を顧みずですね、寝る間も惜しんで献身していった。で三田健介、この人もハンセン病の歴史の中では大きな人物です。ハンセン病政策の父とも言われる人物で、中心的な人物ですけれども、林修明はこの人の一番弟子と言われ、まさしく片腕として活動したんですけれども、三田健介自身は後にカトリックの洗礼を受けるんですけれども、クリスチャンではないんですね。この人の片腕として、この人をあまりにも尊敬するがあまり、やがて信仰との乖離が生まれていく。しかし前回扱った前哨炎時代まではですね、まだそれはわずかな乖離であったと思います。しかし今日扱う後半戦ですね、そこからそこには本当に大きなこの信仰とハンセン病政策、信仰と旧来運動の乖離が深まっているんです。今日の内容に入る前に、前回の質問への回答をしたいと思います。これはいくつかだけピックアップしただけなんですけれども、まず一つ目が、これ結構多かったんですけれども、
過去を現代の論理で裁くことの是非は、まあ、これ言葉はその通りじゃないんですね、ちょっとまとめたのでこういう内容だったってことなんですけれども、まあ、これはよく言われることだと思います。特にハンセン病の場合は現代の論理からするとですね、分かりやすく非常にひどいので裁きやすいんですけれども、まあ、ですのでこの答えとしてはですね、まあ、やはり当時の論理を冷静に学ぶ必要があるということは指摘したいと思います。まあ、でそういう意味ではすぐですね、ピーテひどいって言って裁くのではなくてですね、冷静になぜそれをしたのかということを学ぶ必要はあると思うんですね。まあ、ただですね、それでも当時の論理を踏まえながらもどうすればよかったのかということを提起することは可能であると思うんです。もちろん客観的な技術というものはありません。ですから謙虚さを持つ必要はあるでしょう。まあ、特にですね、今回ツアーに行った方は聞いたと思うんですけれども、この政策、ハンセン病政策というのはですね、特に歴史の中でも患者たちによって全然評価が違うんですね。例えばある療養所に極楽橋って橋があるんですね。それは療養所に行く橋なんです。でもある患者は何が極楽だと、地獄橋じゃないかって言うんですね。でもある患者はいやいや極楽ですよと、もともと私は本当に差別されてきて橋の下で暮らしていたところを療養所の中で助けられたんです、三田先生のおかげで、まあ、そういうふうに真っ二つに評価が分かれる。まあ、今でもですね、三田健介の銅像が長島愛生園という岡山の療養所にあるんですけれども、今でももう拝んでるというか、そういう人もいる一方で本当に嫌っている、まあ、そういうのは極端な例ですけれども、その極端というか両極端の例ですけれども、間でもですね、大きくその評価が違うんですね。まあ、この林美代もですね、森本さんは本当に立派な先生だよって言ってましたよね。あ、でも今日触れますけれども、安村事件っていう結構ひどい、ぱっと見ひどい事件があるんですけども、これについては なぜかと思うみたいなふうに言ったんですね。でもそういうふうに林美代は、まあ、林美代なんか特にそういう意味では割と評価が高い方の人なんですけれども、三田健介という、まあ、非常に今はかなり断罪される人なんですけれども、それとも評価が大きく分かれる。まあ、その意味ではもちろん謙虚さを持ちながらも、しかしそれを歴史を教訓として確認していくことは必要であると思うんですね。ですのでわきまえを持ちながら、冷静でありながら、しかしどうすればよかったのか、また現代の教訓となることはということを確認していくということの意義は大きいと思います。あともう一つ質問がありまして、まあ、林はちょっと偽善者なんじゃないかっていう、そういう問いもあったんですね。確かに前回もこれは触れましたが、林は非常に立法主義的な信仰、立法主義的な、言い切ってはちょっとまずいんですけれども、まあ、非常になんか行いを重視するというか潔癖な人なんですね。見ても結構写真なんかを見るとですね、結構なんか気真面目そうな人ですよね。この人割と結構なんか、まあ、本当に人生見てもですね、すごく気真面目な人なんですね。まあ、それでその上でなんか良い行いができない自分に悩んで、救いの確信がなかったっていう、本当に今でもありそうな話なんですけれども、まあ、そういうこともあってハンセン病に飛び込んでですね、で信仰覚醒後は本当に頑張るんですけれども、まあ、それも、まあ、林としてはそれは恵みへの応答なんだっていうんですけれども、まあ、すごくなんていうか行いを重視する信仰があったのか、あるいはそこに自己満足的なところがあったのではないかということも、まあ、これはこの後見ていきますけれども、見て取れるところもあると思うんですね。あとはちょっとこれは林美代とは直接は関係ないんですけれども、ハンセン病患者の方は、まあ、真面目な信仰を持っていたのかっていうか、これはどういうことかというと、結構そのですね、お墓の問題とかでとりあえずどっかの宗教に入ったって話もあるそうなんですね。まあ、でこれはまあ難しいです。聞き取り調査も今最近では結構やってるんですけれども、まあ、当時の状況としてはこの教会何人何人っていうくらいしか分かんないので、まあ、そういう可能性もあったとは思いますが、結構その電気が残ってたりする目立つ方は信仰深い方が多くてですね、まあ、ただそれだけじゃないだろうなっていうことはあるとは思います。はい、ちょっとここまで、前回の復習と質問の回答をしたんですけれども、じゃ早速ですね、今日のところに入っていきたいと思います。長島愛生園時代ということで、これが長島愛生園ですね。他の学生時代に元主人の永井宗成さんとですね、車で2人旅をここにしたんですけれども、こういうツタがある本館があって、非常に広いですね。行ったことあるよね。ああ、こっちじゃないのか。
この島にはもう一つ小久米の2つの領事があるんですね。まあ、この小久米の方は大阪にあった領事が台風で潰れて引っ越した背景があったんですけども、まあ、長島というのは、ね、瀬戸内海の本当に孤島というか島なんですよね。今は橋がかかったので行き来できるんですけれども、当時は本当に文字通り隔離の島だった。長島愛船、ここは1930年11月20日に、その翌年に雷予防法第3次改正、これはこれまではですね、あの割と患者の自己負担とかあったのを全部税金で負担しますと、患者の秘密を守りますと言って、あの患者の隔離を拡大した法律なんですね。まあ、就業の禁止とか患者が仕事を制限したりですね、そういうことをした結果として、入所者が増えるということで、日本初の国立療養所として開設しました。先ほどの触れた三田健介がこの初代園長でして、で三田健介はですね、まあ、この長島愛生園は国立の療養所ということで、結構やっぱ放浪する患者というか、あのそういう意味では割と貧しくて、どっちかというと倫理的には少し悪いというか、そういう方をですね集める療養所ということで作ったんですけれども、三田健介としては、まあ、それではいけないということで、彼がいた多摩全生全生園、当時は全生病院、全生病院って言いましたが、そこから自らに従う職員、また患者、これを開拓患者という意味ですね、同行させます。で、林もまず31歳だったんですけれども、園長に次ぐ医務課長、医学部のトップですね、に任じられます。長島愛生園はその意味では多摩全生園はですね、三田健介も中心的だったんですけれども、もともとは警察官とかが作った療養所ですね、ちょっと違うんですよね。でも長島愛生園は三田健介が初めからトップだったので、三田健介の思想が最もよく表れている療養所でした。三田健介が中心に据えたのが家族主義という考え方です。まあ、これはその名の通りですね、園長が親で患者たちは、子供たちです。療養所の職員はお兄さんでみたいな、そういう思想なんですけども、ですから職員と患者は一つの家族であるゆえに、親である園長には懲戒権がある。まあ、具体的には罰する権利ということですね。まあ、監禁したりですね、減職したりですね、そういうことを、減職ってご飯を減らすことですね、ことが親だからできる。あるいは慰安会というものを三田健介は設置するんですけれども、患者たちは互助の精神を持つべきだ、家族なんだから、で互助組織としてこの慰安会を設置しました。役員は患者と職員それぞれから選ばれて、会計は全部公表されます。だから患者による自治組織なんてものは不要なんです。売店を置いてですね、レジを生み出す、まあ、こういうこともしたんですね。例えば患者作業、これも前回問題にしましたけれども、軽症者ですね、比較的軽症のものは不自由者、重症者の世話と園内の作業を行うべきだ、家族の。それは職員の労務を省くことができるばかりか、まあ、慰めですね、まあ、やる気が、なんかそういうやることがあった方が、ね、いいんじゃないか。またこれはあくまでも、これはちょっと後で触れるんですけれども、小遣いとして賃金を得ることができる、家族なんですから、給料じゃないですね、小遣いだと。で、円券というものをですね、これもう前回ちょっとお見せしましたけれども、これが円券なんですね。療養所では、現金を使用することはできませんでした。理由とされたのは金の伝染を防ぐこと、まあ、確かにマソラで金は一応あるはあるので、ただ弱いんですけど、あ、ハンセン病の金はすごく弱いんですよね。なので成人間の感染は基本的にないんですけども、幼児感染は当時はあったと言われます。まあ、金の伝染を防ぐこと、また現金をこのあれですね、五条の精神を持つべき、平等であるべきなんだから、現金を隠し持っていても使えないようにすることが理由で、現金を没収します。これもね、入った時には現金取られるんですよね。で、月額3円以上の収入があったものから差額分を徴収することによって、金を積み立てて不自由者、重症者に分配することで貧富の差を開かせないようにできるとした。これも家族主義が理由ですね。ただ実際ですね、この補助対象者っていうの基準がすごい低いんですよね。なのでなかなかこの補助対象者になれないんですよ。ちょっとでも働けたらアウトみたいな感じでね。まあ、なので結局はそういうことはあまり使われずに、農業や畜産業への投資用ですね、そういう意味では園の経営に、まあ、個人の私有のですね、財産が使われていったわけです。しかもこれを義務的にやっちゃいけない、自発的にやるんだ、こういうふうに三田圭介は説いたわけです。林はこの後星塚敬愛園、これは鹿児島にある彼が園長を務めた療養所ですけれども、
ここに移った後にこれを本当にコピーかのように忠実に再現するんですね。このあたりも道田健介の尊厳が見せております。この開拓の歌っていうのは林は結構音楽の才能もあったようで、歌を何曲か作ってるんですね。まあ、これもあの歌なんですけれども、結構ここにはですね、すごく林のこういう思想がギュッと詰まっているというか、こう出てきましたけれども、まあまあその前にですね、犠牲の炎を思い出せ、犠牲を払うんだ、世の隅に悩む腹から迎えて、患者たちは外で苦しんでるんだから中にいる者たちが頑張らなきゃいけないんだっていうふうに言うんですね。祖国を清める、祖国浄化ってことをよく言うんですね。これは領主に、患者たちが領主に入ることで外に伝染の危険がなくなって祖国が浄化されるんだ、まあ、これよくね、優生主義なんかの文脈であの語られるんですけど、それはちょっとそこはちょっと違う、まあ、これはまた後で触れます。で、理念の遂行ということですけれども、林は愛生園が開園した後ですね、不眠でフラフラしながら、一人見れば一人だけ救われていく、一人に語れば一人だけ来の理解者が増えていくのだと考え必死に働く。で、あの当時の領事殿のですね、機関誌なんかにはあの講演記録とか残ってるんですね。で、僕見たんですけれども、あの本来の業務はどうなってるんだってぐらい講演が多いんですよね。講演って外にいるので大丈夫なのかって思うぐらい多いんですけれども、でも当時の患者たち の, その会議とかの議事録見るとちゃんと林はいるみたいな、なんでなんかどういう生活をしてたんだろうなっていう、まさに不眠不休で頑張っていたわけです。1931年8月5日には定員を突破します。で、定員を突破しながらもですね、あの収容を続けるんですよね。で、この時の論理で言われていたことが、入所を希望する患者を断ることはできないじゃないか。林や三田がよく触れるのが、入所を断られた女性患者が赤ん坊ともに自殺をした、だから定員を突破してでも、患者が我慢したとしても入所を推進するしかないんだ。ただですね、まあ、実態を見るとですね、もちろんそういうケースもあったのかもしれませんが、警察官による反強制的な収容や、また誇張宣伝もあったと言われます。少しちょっとこれ前後してしまいましたけど、突房住宅運動というものを当時の、内政では考えつくんですね。これはどういう運動かというと、小口の寄付を募集し、10坪の住宅を建てて、その住宅には寄付者にちなんだ名前を付けさせる、まあ、あの一つのドナー制度ですよね。実はここにたくさんの教会が寄付しているんです。教会の名前が付いているあの建物とかって結構あるんですよね、まあ、ただですね、これは家を増やしてですね、入所者が増えてもですね、お金はその住宅建てるのに使っちゃってるわけですから、結局、生活費とか医療費とか作業賃が不足するんですよね。で、ますます患者の生活は苦しくなっていきます。で、三田健介なんかはですね、多額の寄付をしたと言われますけれども、まあ、それでもですね、苦しい状況は変わらなかったと言われます。しかし林はこう言うんです。我らはこういう楽天地に入って何の不足もありません。先生12条には 今は6人しかおりませんよ。8人まで大丈夫、我慢ができますから1人でも多く入れてください。これは患者のセリフとして言うんですね。大蛇に最も大きな願いがある、それは同病者の救いである。かつて自分がありし暗い生活に悩み苦しむ同胞の救いである。彼らはそのためにはあらゆる犠牲を惜しまぬであろう、まあ、こういうふうにですね、患者の犠牲を称賛するんです。しかしもちろんそのような声もあったことにはあったかもしれませんが、それだけではないということは他の、証言から明らかです。昨日読みなかったレポートというレポートがあります。これは吉川四郎という人物がですね、この人は労働組合の指導者、まあ、つまり左派の人物だったんですね。入所後も文書で労働組合の働きを指導してと言われますが、愛生園内で作業賃値上げストライキ、また反対組織の結成を計画したとして追放され、その後は行方不明であったと言いますが、この人のレポート、牢獄か監獄楽園か、国立大の幼児愛生園はどんなところか、これはあの長い間ですね、あの愛生園が押収していたところが発見されたと言われていますね。これは少し読んでみたいと思いますが、とにかくここの職員は愛生園の内情が外部に漏れることを大変に恐れる。それで手紙などはいちいちご丁寧に開封してみるし、
面会人が来ても立ち会い人付きで面会させるほどの徹底ぶりだ。飯は米が3分に麦や7分というとてもひどいものだし、副植物は毎日毎日芋に葉っぱに顔の映るような味噌汁に玉ねぎやかぼちゃに決まっている。魚類なんか食べたくても食べられない。もっとも月に 2,3 回は腐ったようなイワシを 2尾ぐらいかずつくれる。だから当地の患者は社会から島に捨ててくる犬や猫を発見すると殴り殺して食ってしまうありさまだ。労働は強制的にやらせられる。朝9時から午後4時まで7時間労働だ。その労働も生優しいことではない。弱い患者の身で山を崩す土工や左官、大工、精米、百姓など総計者、ハンセン病の患者は外部の健康な人のことを総計って言うんですね。総計者でさえも偉い仕事を無理やりにやらせられる。そして賃金は高は10銭、オツは8銭、平は6銭だ。一体どこの世界で一日働いて10銭や8銭の賃金をもらっておるところがある。やつらは俺たちをこき使っておきながら、病気が重くなったり負傷して働けなくなると、やれ国家の寄生虫なの国賊なの吐かして全くひどい待遇をする。ある者が負傷して外科材料をもらいに行くと、贅沢なことを言うな、橋の下、その人は不老生活をしていたに外科材料はないだろう。乞食していた時に負傷した場合はどうしていた。お前なんか包帯を使うのはもったいない。ボロ系たくさんと実に言語道断のことを吐かす。渋滞の病院のところへは医者はなかなか来てくれないのに、豚が病気を起こしてもすると泣きそうな顔をして聴診器を持って飛んでいく。これはですね、三田健介当時に患者がですね、豚のお尻になんか突っ込んだっていう事件があったんですね。でそれで三田健介が慌てて飛んでったってことを指しているんですけども、人間の代わりはいくらでも外から来るが、豚は金を出さねば買えないなんて人をバカにした言葉じゃないか。読書にしても宗教やキングその他ありふれた雑誌のほかは一切読まさない。階級的な本を読ませるとストライキを起こされると困ると吐かして、いくら外から送ってきても本人はつないで没収する。核のごときその待遇は囚人と何ら異なるところがない。だからこそこの生活で耐え替えて闘争を企てる者、自殺をする者は次から次と出てくる。果たしてこれが楽園と言えるだろうか。本当の楽園であるのは冬の寒い真っ最中に海を泳いで、しかも捕まれば豚箱入りとテロの加えられるところを承知して逃走していく者は一人もいない。もちろんこの証言がどこまで事実かということは分かりません。しかし、それは林の証言からも分かりますし、この証言からも明らかなように、相当に過酷な状況であった。耐えられる患者は耐えていたかもしれませんが、そうではない患者もいたということは明らかでしょう。しかしですね、興味深いことに林は、そういう状況にもかかわらずですね、家族にはこのように送っているんですね。入園者はますます良い立派な方に住みつつあります。これだけでも感謝のほかありません。とはいえですね、林自身も患者のそういうあり方もですね、分かってたようで、こういうことも書いてるんですね。門前に救いを求める人々には当事者の都合もあろうが、入園者としてはどこまでも温かく受け入れ、食を半分にしても入れてあげる気持ちが欲しいものであるというふうにですね、患者を叱ってるわけですね。敗戦時代のエピソードでもう一つ面白いのはですね、戸島野球遠征事件っていうのがあるんですけれども、野球は僕も結構好きでね、ちょっと野球の結果が若干気になりながらそれはいいですけれども、当時もハンセン病療所で野球はかなり盛んなスポーツなんですね。でよく療養所同士で野球チームを送り合ったりしたんですけれども、戸島保養院っていうのっていうところが今 の大阪にあった、大阪の安川府にあったんですけれども、ここに野球遠征する人たちがの方が食事の待遇がいいっていうことでストライキが起こるんですね。ストライキと反対運動が起こるんですね。彼らだけずるいっていう感じで暴動が起こるんですけれども、その時に事務官が不在だったために林がそのストライキを収める役割になるんですけれども、この時に彼は、涙で訴えてですね、辞意を表明する。じゃあやめるっていうふうに言うんですけど、そしたら患者間に最も信頼の厚い先生を窮地に陥れたっていうふうに言って、解散したっていうエピソードが、患者の記念誌に書かれているんですね。ちょっと出典書き忘れたんですけども、ですので、林もその中ではきっと良い方 の職員だったのかもしれませんが、しかしそれでもこのような状況をですね、彼は評価しつつ推進していくわけです。丸に行きたいと思いますが、法に基づく旧来思想の転化、これもちょっと見せしましょう。これは患者作業ってこんな感じだったんですね、2番に行きたいと思いますが、
法に基づく旧来思想の展開ということで、この時期にこれはよく取り上げられる彼の演説なんですけれども、来を救う3つの力という演説があります。第一の力はこれは皇室の御恩、ね、先ほど触れたように帝名皇后がですね、あ、お金をくれるんですよね。でまた患者を思う歌を書いた、まあ、この歌は実は園長になって歌った、園長に私も行きたいけど行けないからお願いしますねっていう歌を園長に送るんですけれども、でも患者を思う歌を書いた皇后なんですけれども、この人のご恩というのが第一の力。第二の力は患者だ。第三の力は国民の世論だというふうにですね言っていくんですけれども、まあ、ここでこの皇室の恩恵ということを国民世論の喚起にすごく使うんですよね。で、前哲院時代、この安政の前にいた前哲院時代はですね、彼は実はこの経済的な効果に強調したんですよ。お金くれたので、あのお金が助かったっていう感じなんですけれども、この頃から理念的な効果を意味して皇恩というものを語り始めるんです。あの組世論、あとは患者の自覚もそうですね。皇太后はこんだけやってくれてるんだから患者も自覚しようということをが前面に出てくるんですね。で、彼の皇室観でも実は非常に興味深くてですね、あの彼は札幌生まれなんですけれども、青年時代は札幌に来た皇太子にですね、道が混むだろうって言って切れてるんですよね。なので、あの そういう風な人なんです。で、あと晩年にはですね、あの今回彼病気になるんですけれども、見舞いの金品に涙していることから、まあ、天皇系のなんていうか敬意はあったと思うんですけれども、でも青年時代はこんなこと言ってますから非常に難しいんですけれども、もう一つ興味深いのは、家族への手紙の中には皇室への言及ないんですよ。まあ、これも僕が見た限りなので、ひょっとしたら発見されてない資料であるかもしれませんが、でも主要なものとして集められた書簡集にはこれないんですよね。むしろ信仰的な記述ばかりなんです。その意味では、このような高音を前面に打ち出した言説が愛政に移動した後に見られることを考えると、医務課長という彼は幹部に就任したことでより広い視野で政策を見るようになり、より多くの人々を旧来、まあ、特に国民、患者をですね、動員するというところにまで問題意識が成長したため、皇太后という政治的権威に頼ったという側面が強いのではないだろうか。まあ、結構ですね、彼は政府に対して諦めてるんですよね。全然金出さんと、まあ、もちろん政府にも要望は出すし提起もするんですけれども、むしろ世論、患者が頑張るんだそうやって言うときにですね、キリスト教を前面に押し出しても限られた人々しか導入することはできない。だから彼は高音というですね、まあ、一般に受けるというか、うん、特に大きな効果があった論理を打ち出していくわけです。丸さんに移りましょう。国際来視察ですけれども、まあ、これはですね、1933年から1年間林は国際連盟の衛星来視察員としてフィリピン、オランダ領、東インド、今のインドネシアですね、マレーシアですね、インド、アフリカ、セイロン、今のスリランカ、エジプト、ブラジル、アルゼンチン、アメリカ、ハワイ、ノルウェーのハンセン病児童を視察します。この当時、国際連盟の保健部来主任だったのはビルネーという人物なんですけれども、興味深いのはこの人はですね、隔離じゃなくて解放治療を主張する人だったんですね。で、戦後実はこの世界の流れと、はい、あの日本のハンセン病政策は対立するんです。でもこの時点ではですね、解放治療を主張しているビルネーとも非常にいい関係というか、日本政府を通して依頼されて、林は来視察員として世界各地を回るわけです。でこれも興味深いんですけれども、1933年実は日本は国際連盟を脱退してるんですよね。まあ、しかしですね、日本政府もこういう部分はいいだろうということで林を送り出している。これは結構政治学的にも興味深いところで、断絶はしてなかったというか、まあそれはそうなんですけどね、あの連盟脱退してもこういうところでは協力してたということが、まあ、興味深い事実です。ここでフィリピンにおける早期症状の患者の視察したり、ノルウェーは、まあ、当時も根絶間近ということでしたが、ハンセン病状況を視察したり、三田藩のこれはハンセン病 の種類を見分ける、これはあの林が発見した反応の療法なんだ、療法というか試験法なんですけれども、それを紹介したり、また日本におけるハンセン病の現状や療養所政策の報告で、この時もですね、皇太后と皇室のご恩情を誇るということも全面出てるんですよね。
で、ウェスレーやリビングス、ウェスレーやリビング、ウェスレーの墓をロンドンで見たりですね、アフリカではリビングストーンのことを思い浮かべたりしてるんですけども、これも興味深いのは、こういうウェスレーとかリビングストーンのことは、こう、私的な家族への手紙にしか出てこない。公のそういう演説とかには出てこないんです。彼は視察報告として、外人の驚くこととして3つのものがあります。第1、雷は血統により遺伝するという誤った考えが存在すること。まあ、前回触れましたが、林はハンセン病は遺伝だっていう説が当時は多かったんですね。幼児感染が多いので、家族内にハンセン病だって人が多かったんです。なので遺伝説があったんですけど、これを彼はずっと攻撃してるんですけれども、これは外人に驚かれたっていうんですね。で、典型病、合病、これはつまり彼は何か悪いことをしたからなったんだっていうことですよね。で、それで子孫にまでが過酷な扱いを受ける。結婚差別があったり、就職差別があったりする。第2、未だに3万のライジャがいること。なのに、ライジャはハンセン病患者ですね。なのに資金不足ゆえに、わずか5000人しか療養職員がいない。文化と最も縁遠い、これはこのずっと言われているキーワード、ハンセン病というのは文化に遠い非文化的な存在なんだということを言うんですけれども、解決がなぜについていないか理解に苦しむところである。ライは隔離によって根絶し得ることを知らないということにみんな驚いているぞって言うんですよね。あるいは第3に、皇太后陛下ライジャのご人事、ここで見たいと思いますが、各驚く外人にここ数年の日本雷運動の大飛躍を語るのである。その運動のスタートは恐れ多くも皇太后陛下ライジャのご人事によって切られた。これは歴史的事実と異なりますね。これがスタートじゃないんですけれども、恩内平均ですかね、をご節約されて、まあ、こういうストーリーを語られたんですね。皇室がお金を節約してお金をくれたんだってストーリーを語られたんですけれども、一作では雷患者を慰めての恩内にて、これが歌ですね。つれづれの友となりて慰めを行くこと敵我に代わりての身歌を保った。ブエノスアイレス、アルゼンチンの首都ですけれども、の講演会の折、これをスペイン語に訳していただいて、朗読し立てまつったのでのに、マンドアフルルブエノスの新宿女をして、釈然と入りをたらしめたのであった。長い長い、安の夜は、ほのものと明け染めた。各領事は急速に拡張され、2つの国立領事が新設された。西欧に感激した領事の病友は、病苦の中にも後に来る友のために経費を接し、同病相愛の精神に立っている。クアルにここ数年の来事業を講演し、家屋建築資金を寄付し、病者を訪問する人々が次第に増加してきた。世界のどこに行っても、この数年の日本領事ほど多くの離門者のあるところはない。私はかつて来を救う3つの力のある放送をしたことがある。我が皇室の恩人事、それに応え立てまつるライジャ自身の奉仕、そしてこの聖子に教えられ、またライジャの美しい努力に励まされて立つ国民の力、この3つによってライが救われるべきことを語った。実にこの3つが一つとなって世界旧来史に未だあってに至る運動を我が日本が起こしたのである。日本の典型思想を隔離事業の貧弱さを侮る外人に、私はこの一時を語るとき彼らは三度脅威の目を見るかなである。しかしそれは尊敬と称賛に輝いた目である。日本は東洋の名手である。東洋の平和文化開発の鍵を日本が握っている。しかし文化に最も関係のある雷に対してのみ責任がないと誰が言えよう。これは実にたっとえ遠征である。これは剣と弾薬をもってする武力の遠征ではない。光明皇后以来日本人の胸の中にあふれんとしている雷者に対する愛の遠征である。この日を来たらしめるためにまず日本より雷を清めよ。療養所に隔離される5000の病者を思え、外にあって暗に苦しむ2万の病者を救え。この光明皇后の句で少しまた後で説明しますけれども、国際雷視察に行くことによってですね、彼は外国による権威を得るんです。外人がこんな驚いてるんです。これは日本人弱いですよね。弱いという傾向ですけれども、まあ今でも弱いなと思うんですけれども、またナショナリズムに訴えます。文化的じゃないと思われてるぞって言うんですね。あと海外を褒めながらもインドでは結構あんまり無策だとか言ったりするんですよね、まあ、それはちょっと触れておきますけれども、4番目にいきたいと思いますが、キリスト、愛国切手運動、これも非常に興味深い林が関わった運動ですけれども、
愛国規定運動とはキリスト教エスペランティストで、エスペランティストってのは分かりますかね、当時作った国際公用語を作ろうって言った人工語なんですね。エスペラント語ってなんですけども、東北大学の学生だった土井栄一が考案した寄付金付きの切手の発行を行政に働きかけた運動です。この土井栄一という学生はですね、新聞当初でハンセン病対策のための事前切手の発行を唱えて、まあ、愛政もですね、すごく目ざとくそれを見つけてですね、支持するんですよね。でこの人のお父さんが実は土井晩秋という人、この人は知ってますかね、滝廉太郎の工場の月とかを作詞した人ですよね。島崎藤村とかと並ぶって言われてるんですけども、この人なんで、まあ、有名人なんですけども、まあ、この人を通して、まあ、国会議員に働きかけてですね、これを国会に提出するんですけれども、まあ、今は人手不足だとかって言ってですね、発行できないって言われちゃうんですよね。土井一はこの人は結核で早くに亡くなってしまいます。この人が結核で死ぬ直前まで、まあ、来患者と事前キットのことを心配していたということで、林はこのように言うんですね。我々死の意思を継ぎ、その実践によって一つは英霊を慰め、一つは我が国数千年来の問題を解決し、四国浄化の大業を完成したいと熱願するために愛国キットの、発行を呼びかけているというふうに言うんですね。またこれはちょっと別の、さっき野球の遠征で触れた戸島保養院というのは台風で崩壊するんですけども、この時もですね、患者諸君が愛し亡き人の霊を発することは真に嫌なことであるというですね、なんていうか、えっていう発言を結構キリスト社からするとですね、してるんですよね。で彼は同時期にもうすごく信仰的なことを言ってますので、まあ、公的にはまあ、多くの人の同意や賛同を得るためにこのような表現を使ったのではないかと想像できます。話は愛国切手運動に申しますが、この切手運動は目的を民間航空事業奨励という名目に切り替えたところ可決します。まあ、この内ヶ崎の人がですね、それを突破口にして寄付金付き切ってハンセン病もやろうというふうに言ったのかもしれませんが、林はそれに怒るんですよね。患者は苦しみを受けており、しかも抗体後は恩恵を下したにもかかわらず、いまだにハンセン病に対して無関心な国民と、それに迎合する形で民間航空事業奨励を目的とする愛国切手発行を政策決定した行政等に対して強い怒り。なぜ飛行機が一番なのか。ね、これは少し、まあ、こういうふうな愛政の働きを経てですね、彼は、鹿児島に行きますね。で星塚慶愛園というのところです。今もこれあるんですけども、鹿児島のここですね。そこちょっと僕行ったことないんですけども、相田さんは鹿児島の出身ですが、行ったことある、この辺とか行ったことあります？ないですかね。鹿児島市ってここですよね。で結構鹿児島でもちょっとやっぱり今の鹿屋の方なんですけども、で今もですね、実はここに自衛隊の基地がある。自衛隊の基地があって、これが昔は日本軍の基地だったんですね。こういうところに作ったんです、はい、これはまだあると思いますが、星ヶ岳園時代に行きたいと思います。一つ目に沖縄奄美旧来ということなんですけれども、沖縄奄美というのはですね、日本で最もハンセン病が多く、同時に最も患者への迫害が激しい地域であったと言われます。まあ、これも注意したいのは、全員が差別されたわけではないですね。家の中で普通に暮らしてた人もいたので、全員が三段っていうふうによく言うんですけれども、林なんかもそうではないということです。でこの前世5人男というのはですね、前世病院で林同時代にいた5人の、まあ、医師だったり事務官だったりするんですけれども、この人が人たちが、ね、当時一人は必ず将来沖縄に行くことを誓い合うっていうことですね。沖縄っていうのはその旧来事業家ですね、とっては絶対行きたい、なんとかしたいという場所だったんです。政府も何度か領事建設を試みているものの、地元民の反対から、地元民の反対ってこれすごいキーで、あ、絶対作った時に地元民から反対来るんですよね。で流血事故になったりしたりするんですが、領事を設置することができず、臨時国立宮古領事があるのみであった。で内地ですね、日本のというか本土のですね、本州や九州の領事に行こうとしてもですね、お金もかかるし大変だったということですね。で1927年、ハンナ・リデル、これはイギリス人の宣教師で熊本の海神病院というところで
活動した人ですけれども、この人の命令により沖縄出身の青木啓斎という人物が沖縄に、行っています。で、患者を救済、この人は軽症の患者だったんですけれども、この人がですね、なんとかしようとしたんですけれども、地元民によって野球中に会う林は台湾に行って講演旅行の来たりですね、林啓斎を訪問したところ、彼が10坪でも1坪でも土地が欲しいのです、そこに立っておれば誰も文句を言わぬという土地が欲しいのです、食料なんか普通療養所の1人分で5人ぐらい食べていきます。これも林とすごく近いことですよね。このため林は沖縄にとどまってですね、沖縄各地で患者の惨状と旧来授業の必要性を説いたといいます。林はですね、その後愛西に帰って早速、彼は行動派なんですよね。パンフレットを作るんですね。これはこの暴虐を座次千夜というパンフレットなんですけれども、ここで沖縄の患者は奴隷以下である、患者は放浪し、また幼児や感染が起こり、これですね、これもよく林が使うレトリックなんですけれども、ハンセン病というのは感染症なんだから患者は健常者の身代わりとなっているんだ、よく言うんですよね。身代わりとなってうつっている、それはもちろん科学的に言えばおかしな話なんですけれども、そうやって同情を打っているわけです。で、ここでですね、ここでも三田健介に習ってキリスト教に代わる理念として光明皇后の故事を引用します。このように言うんです。光明皇后の故事を引用して、諸君彼らに憎しみの鞭をあげるとき、彼らはまた仏となるであろう、神の清き光を放つであろう、この西欧の時代に南の島に行われる恐るべき反人道的行為、許すべからず暴虐に対して燃ゆる義憤を感ずる。で、光明皇后の話はですね、歴史なんかでやってましたね。光明皇后が秀院っていうですね、福祉施設を作ったところですね、ハンセン病患者の人がやってきて、その海をです、ね、口で吸ったってんですね。で、洗い終わった時にその人が仏となってありがとうってされていくっていう、そういうやつなんですけど、これはもちろん時代の後の創作だと言われますが、この話をですね、三田健介はこの人クリスチャンじゃないので、ヨーロッパとかアメリカではキリスト教を元にしてハンセン病救済やってるけど、日本は光明皇后でやっていくんだっていうふうに言うんですよね。三田健介興味深いんですけれども、仏教的要素を排除して光明皇后、そしてこれは教科書にも載るんですよね、光明皇后の話は。で、これちょっと本題とはずれるんですけれども、教科書に載ってる光明皇后の話は仏教的要素を排除しているんです。なぜか分かりますか？当時は神道で行きたいので、仏教を排除して天皇って偉いよねって話で終わらせている。これちょっと少し筋がそれましたけれども、で、こういうふうにですね、林文雄の場合は、この仏教的要素を残したままですね、で、これはもうちょっとクリスチャンの発言と思えない発言ですよね。林は義憤ということですね、怒るあまりにですね、この光明皇后の記事を自らの旧来の論理にキリスト教信仰を持ちながら使用していくんです。で、クリスチャンのハンセン病関係者はですね、この頃からこの光明皇后の故事をすごく利用していくんですね。例えば日本 MTL、 これはキリスト教のハンセン病救済の施設、今もありますけれども団体なんですが、このスローガン、 MTL 雑誌のスローガンがこの辺りから光明皇后の精神に帰れって変わるんです。それまでは結構聖書の記事だったりしたんですけれども、聖書の記事も載ってるんですけれども、この光明皇后というのを前面に押していくわけです。経営の開園と収容旅行の準備ということで言いたいと思いますが、1935年8月、三田健介の強い推薦により南九州、沖縄を管轄する、孤立養生所長として34歳の若さで指名されます。沖縄旧来座談会でですね、長島愛生の沖縄出身者一の嘆願書をが公開されてですね、三田健介も100名程度の入所を提案するんですね。で、1935年10月28日に開園するんですけれども、で、11月5日に、船をですね、警察に依頼するんですけれども、断られ続けるんです。これは偏見よだと言われますが、で、彼は輸送船を確保しないまま11月25日にケア園を出発します。沖縄に直接交渉するもことごとく拒否、現地警察助けもあってようやく船を確保できた時には全く踊り上がって喜んだ。で、11月であっても航海するには危険な時期だと言われますが、結果的に相当危険な目に遭っているんですけれども、ので
もう半年待てばよかったんじゃないかっていう批判もあるんですね。ただそれは林とってはですね、もう一日でも早くっていう切迫なんですね。で、収容した患者は必ずしも林の言うような悲惨な患者ではないのではないかっていう批判もあるんですが、確かにですね、在宅患者も勧誘してるんですよね。で、予想以上の希望者が出たって言ってるんですけれども、自宅で家族と共に過ごせるという意味ではそんな悲惨じゃないんですけれども、林にとって療養所は楽園であるために、在宅であろうが悲惨であることに変わりはないということで、多少誇張もあったんじゃないかと思われますが、たくさん収容しています。で、無茶な旅ということでですね、沖縄と奄美もいずれも定員超過、船の定員超過で、いつ沈没するかもわからない状況で、まあ、本当にですね、警察官に怒られたり人数数え間違えたりするんですけれども、林はこう言うんですね。ただ祈るのみだ、神は必ず良きに導きたもう、信じて待て、まあ、と言いつつですね、患者たちが、まあ、結構好き勝手する患者がいたらしいんですけれども、また家畜のように好きな、そしてどこにでも吐き出す人々だと言ったりですね。で、着いたんですね、奇跡的に着いたら、我が魂を愛するですよ、波は遡き、風吹き荒れて沈むばかりのこの身を救い、天の宮に導きたまえっていうふうに祈ったんですね。ゲルラも徹夜準備したって言うんですけども、まあ、こういうふうにですね、まあ、かなり無茶な旅をするんですね。まあ、この辺はまあ林のヒロイズムっていうのが現れてるんじゃないかってことを思うんですが、2番に行きたいと思いますが、園長としての林に行きたいと思います。療養所運営、まあ、先ほども話したようにですね、敬愛園は愛生園の出張所であるということを、まあ、三田健介にも言われてですね、じゃあ受けようっていうふうに最初躊躇したんですけれども言ったと言われます。で、まあ、しかし、ね、まあ、それ以上にひどくてですね、まあ、3年間で105万円の予算計上されていたものの、日中戦争の激化に伴って35万円で打ち切られる、まあ、やばい状況だったんですね。で、また鹿児島宮崎両県で天皇が指揮する秋季特別大演習が実施されると、演習中の描写を一掃せよと要求されるんですね。これは天皇という存在が来るのに患者がいては見栄えが悪いですね。放浪する患者たちですので、まあ、そういうことが、まあ、これは結構よくあったケースなんですけど、天皇が来るとこの患者たちはちゃんとどこかにいられるというふうに言われてる、ね、沖縄奄美からの患者が収容されるに至って定員である300名を突破し341名となる。ただここでも突破住宅の運動が実施されます。で、この後触れますが、中島事件、これはストライキなんですけれども、政府は定員超過を放置することの危険を悟り、超過してたらこれはストライキ起こるということで、400名に定員増やしたりするんですけども、そしたら今度は敬愛園は400名をさらに越すんですね。そしたら政府もそれに合わせてまた定員を増やしてあげるっていう、そのいたちごっこのようなやり取りが繰り返されている。収容活動、誇張表現宣伝ということで、これは証言、患者からの証言なんですけれども、うん、林から二の手紙が届き、園内で勉強もできるし、6ヶ月で治癒して対処できるなどと言われ、隔離に応じたが、実態は全くの虚偽であり、強制労働でかえって症状が悪化した。で、まあね、一人の患者に園長が個人的に手紙書いてるっていう時点で、結構すごいんですよね。そういう意味では熱意はわかるんですけれども、隔離は正義と信ずるあまり誇張が入ったのではない。治療したら3ヶ月で治る。ただし1週間以内に入所しなければ家も親戚も消毒する。まあ、当時消毒ってやっぱ決められてたんですけれども、過剰な消毒をした結果として、みんな恐怖心を煽られてですね、強い伝染病なんじゃないかって言って、まあ、脅しとして使ってるんですよね。患者を入所させたものの、5年後にその患者の家をくまなく消毒させる。それによって地域は差別を受けるようになり、患者家族は転嫁せざるを得なくなる。で、一方ですね、強制はしないとかって言ってるんですけれども、ただこんな発言もしていて、これ延長会議なんですね。延長会議なので本命なのかもしれませんが、大多数は顔面無知にして眼鏡に収容を拒むものなり。で、その後ですね、法律にも強制的に収容しうるごとくすべきものとする、こういうことを発言してるんですね。家族主義として林は園を運営しましたから、そういう意味では愛情も多く見せています。例えば野球大会に職員チームを結成して参加したり、前線時代と同じくですね、短歌会や俳句会、機関誌まで作ってですね、やったり、ただキリスト患者と交わりを持ったりですね、まあ、これも後で触れますけれども、公的には交わりを持たないんですね。個人的な交わりです、あくまで。
また児童との交流ということで日曜塔、これはですね東京のある教会の日曜学校から寄付されたから日曜塔っていう名前にしたらしいんですが、あと学用品には予算をかなり多く使ってありますね。授業参観ということで教室を突然訪れて、翌日には児童一人一人の様子について感想文を教師に送った。まあそんなにたくさんはいなかったのでできたと思うんですけども、園長室の壁には児童の書画が多く貼られた。少年少女さを改築、暇さえあれば出向いて一緒に遊んだり土産を買い与えたりした。すっごい多忙ですから、その中でも子供たちと遊んだりですね。また未完児童というのはですね、これはこの方、この人たちは子供たち自身は患者ではないという子供たちですね。親は患者だから療養所に入っているけれども、子供たちは患者ではないので移る危険があるので引き離して育てていたんです、療養所の近くに。で彼らはですね、まあ、患者ではありませんので地元の小学校に通えるように精力的に婦人会学校で講演、まあ、相変わらずですね、本来の業務がどうなっていたかと思うほどの量です。で風光寮、この帰りというのはこれ定名皇后のシンボルなんですけれども、風光寮設立時、これはあの未完児童の寮なんですが、地元の児童を招待し未完児童の地元小学校への登校を実現した。ちょっと1953年ですね、これ熊本で竜田寮事件というのが起こっているんです。これは別名黒髪症事件と言われるんですけれども、これは未完児童ですね、患者ではない子どもたちの登校を PTA が拒否した事件です。そういうことが戦後に起こってますから、この時点でそれができたということは、まあ、結構すごいことなんですよね。まあ、それも交代後に結びつけて感謝しています。また慰安会で多額の寄付をしています。あの三つだと同じですよね、本当に多額です。また広いマンとかですね、あのこの人は林はあの園内を歩いてですね、ガーゼとこしたら全部拾ってた、広いマンってあだ名ついて、ね、再利用するということで節約をしてた。で敬愛延長でなくて経済延長だっていうあだ名がついたことだというんですね。しかし一方で厳格さを持ち合わせています。この同じキリスト社の看護師で伊藤美智子さんという方の証言なんですが、来菌は空気感染はせず菌付着の手も温湯で洗い流せば死滅する弱い菌のため、動物摂取の培養にも整合したり苦労しているのだと新参看護婦の私に教えてくださったのは林園長でした。しかし入園者が無断外出したのを見かけたとき、看護婦は知らぬふりをしたり注意したりするのではなく、すぐ巡視係に連絡して引き渡すよう協力するのが正しい看護婦の態度なんだと訓示されたのも園長でした。ただ記者を見たいだけのことで町に近い踏切線路まで散歩に出ても無断外出、申し出をしなければ外出は許されませんの罪で官房に入れられ、病人なのに現職を伝えられるという体罰の存在を知った私は、クリスチャンの園長がなぜそのようなことをされるのかと驚きました。しかしそれは雷陽防法という国法があり、国立療養所の園長や看護婦など職員は皆率先してその法に従い行動しなければならないのだと予防法条文を示し、雷は伝染病なのだから万一の伝染病気になることを恐れなければならないのと教えられました。まあ、ケア院にも監禁室がありまして、まあ、こういう警察の留置場でさえ問題にならないほどひどいものであった。で、まあ、この伊藤さんはですね、医療官庁では行政官庁だと、林も高圧的な態度をですね、部下に対してアホで指図したりですね、入所者からの要望を提示した患者に対してですね怒鳴りつけた、まあ、ちょっとあの札幌時代のいや電子店時代の林から想像もつかないようなですね姿が見て取れている。また職員にもですね、あのすごくこの旧来運動ってことでも兵士なんだ君たちはということで、まあ、すごいあの頑張らせたためにですね退職したり、まあ、病に倒れたりするものが続出した。そういう意味で彼は同時代のキリスト者から見てもなぜクリスチャンなのにっていう矛盾があったんですね。前世病時代から考えると明確に厳格となっているが、まあ、これはその気まじめさゆえに徹底的に管理療養所の園長という役割を演じた、まあ、すなわち官の側に身を置いたからではないか。でこの官の側に身を置くということが彼の使命であるハンセン病患者の救済とハンセン病の撲滅の最も近道であった。ですから彼は官の役割に徹したのではないか、まあ、キリスト教施設はですね小規模でありましたし、また後に触れますが断種を行ってなかったんですね。これちょっと後で説明します。で宗教活動の関わりということも最後に触れたい、最後というかこの最後に触れたいと思いますが、林は職員が宗教団体に参加することを許しませんでした。宗教団体とか園内ですね、園内の宗教団体です、園内の宗教団体ですね。
自らも園の行事として牧師の講演会を開催するときを除いては患者によるキリスト教活動には全く参加しなかった。全少年時代は違うんですよね。むしろなんでできないんだって怒ってるんですよ。で、ですね、個人的な交わりはもちろんしたんですけれども、公的なこととしてはやってなかった。まあ、それにはですね、注意書きましたけれども、職員でも結構地元の人たちはみんなクリスチャンじゃないとか、あとは患者でもいろんな仏教とか多かったりとか、そういうのがあったと思うんですけれども、逆にですね、僧侶による旧来を伝え、彼らの布教の一環、協力の一環として縁の行事として開いた、大将の講義について、実に色整然、サカルニモルにあふるる信仰を持ってしまれに見る大公演なりしと評した。これ結構彼のクリスチャンとしての思想とはですね、少し驚くような発言なんですけれども、しかし一方で私的な宗教活動としては日曜日に感謝で、職員有志による礼拝を行う。でここでトマス・ア・ケンピス読んだりしてるんですよね。でまた日曜日の夕方には未完児童ですね、患者じゃない患者たち、患者じゃない子どもたちですけれども、幼年に小学校をしていた。これはちょっと矛盾じゃないかと思うんですけれども、患者じゃないから OK と思ったのか分かりませんが、していたそうです。大橋の評価をかなり大きく損なっている2つの事件を述べて、ことを終わりにしたいと思いますが、1つは安村事件です。安村事件、これは林の評価を最も傷つけた事件としてよく言われます。事件の経過を説明したいと思いますが、第1回沖縄奄美収容旅行で入所した患者夫婦に園がですね、断歯手術を受けるように勧めるんですね。この断歯というのは、どういう手術かと言いますか、これ後で、はい、ちょっと後で触れますが、先に説明した方がいいですね。説明しますと、ですね、男性が生殖機能を失ったものの性交やセックスやまた、射精はできるっていう、そういうふうな手術なんですね。でそれを受けるように進めるも、宮古保養園っていう、これは宮古にある療養所ですけれども、宮古島にある療養所ですが、このですね、鳥高尾ですね、を中心に反対をしたと言います。林自ら鳥の説得にあたり、女の中絶手術は死を招く危険を伴うが、男のワゼクトミー、男子ですけれども、は入室、入院のことですね、の必要もない簡単ものであると説得したところを承諾し、これをきっかけに男子手術を積極的に進めたといいます。反対派の患者たちはトリを呼び出し証拠を見せると要求。安村リスケ、この人が安村事件の由来ですけれども、安村リスケは九州療養所在籍地に見た際の手術の場所と違うのではないかと主張し、トリは偽証した裏切りを持たれ暴行を受ける。縁がトリノとその家族を保護したところ、反対患者は激高、さらにしばしば無断帰省して、妻子の元に帰ってた患者が、手術室に連れ込まれ、断手術を施されそうになったことについても反発。彼らから縁の待遇に不安を持っていた患者たちも同調して、一大騒動に発展した。この安村は、断手についても患者の無知につけ込む縁のやり方を批判。手術はあくまでも本人の承諾元に行われるべきであると主張し、また入手者全体の要求を代弁する形で待遇改善を要求した。1936年4月4日夕方、安村は突然、拘束されるんですね。職員が抗議する患者を放水で蹴散らし、安村、彼はですね、両足がなかったんですね。ですので彼を河原に放置するということは、殺人にも等しいですけれども、しかし彼は幸いですね、通行に助けを求めて林中に保護されたため、一命を取り留めたそうです。翌日、患者集会で林は説明に立ちます。ここで自分が縁の運営にどれだけ心血を注いでいるかを語り、縁の命を先出せ、これは患者たちの中にですね、縁側のスパイがいるんじゃないかという声があったんですけれども、それに対しては患者席に飛び降り、施設の命を出せというのはこの俺こそ縁の命だと叫んだという、これは結構その後の評価が分かれるところで、この中和とまた後で見てほしいと思いますが、で県警は縁に抗議するんですね。そうすると林は、安村は無菌者であり、善良な入手者を先導して縁の秩序を乱すので、本人に言い含め出ていてもらったと説明。ちょっと違いますよね。警察がいくら無菌でも足もなく歩行もできない患者を放置して、それで済むという問題ではないので、一応引き取るように申し入れたが、林は安村は縁の政策を批判し反抗する危険分子であり、一旦追放した患者であるから、機関においていかに処置されようと、当方とは無関係であると取り合わなかった。結局安村はですね、都の城市婦人会の募金により沖縄で、最後沖縄に行くんですけれども、
まあ、他にも追放は実はこれはこれだけじゃなくてですね、あったんですね。ただ安村事件はこれは新聞資料にセンセーショナルに報じられたために有名になっているだけです。で、まあ、これはかなり評価が難しくてですね、ある人はですね、まあ、林は新婚旅行中だった、確かにここは新婚旅行中だったんです、なので直接的には関与してないっていう説もあるんですけれども、しかしですね、まあ、追放そのものの計画には林は関与してない可能性もありますが、追放そのものは林が園に帰ってきた当日に起きていますし、また患者集会それを擁護しています。また彼のそのですね、不要患者を追放してでも療養所を楽園にするんだっていう思想からですね、これは自然な行動であると思います、ね、男子の論理ということを言いたいと思いますが、ライト男子という論文を彼は新聞に投稿します。男子は性交射精は可能だが無精子なので完全な避妊法であり、非常に簡単で手術後も平常通り働くことができると主張します。この安村事件で結構反発するんですよね。反則は幼児感染しやすいので未感染児童として引き離す必要がある、それでも親と子なので感染が気はあるけどって言って、すでに生まれている子供はやむを得ないが、ここどんどん生まれては、まあ、経済的にですね養えないんだ、また妊娠による病状の悪化の危険もある、また遺伝子のため生まれて育ってもですね結婚就職のように差別される。で、実はこの同じ理由からですね、キリスト教系の療養所では結婚禁止していたんです。で、それは不婦の時だと、あるいは夫婦として入所しても療養所した後は別れさせられたんですね、うん、フィリピンはカトリック療養所、カトリックなんでそうしてた、まあ、で林はですね、フィリピンはそうだったけど今は違うんだとかって言うんですね、今は断種をし始めたぞとか世界の例をまた持ち出すんですけども、また三田の康介を、まあ、この論文でも賛美します。まあ、林はですね、この優先主義者であるっていう批判もあるんですね。優先主義というのはつまり劣った血と優れた血で、優れた地方を残すために劣った血の人を断種するっていうよく言うんですけども、まあ、林は優先主義者であるっていうことは僕は間違いないと思います。ただハンセン病患者の断種の理由はそれじゃないと。林は優先主義者ですけれども、まあ、だからそういう意味では断種に対して抵抗なかったのかもしれませんが、でなぜ患者たちは断種を受けたのかということですけれども、林の手術を見るとですね、患者たちが断種を喜んでいたかのように見えるところがあります。まあ、しかし断種手術をしなければ結婚は認められなかった、夫婦者に入居できなかった、で婚外性交渉はもちろん子供が生まれる可能性があるので厳禁されていたためにですね、事実上の強制であったのは誤りないでしょう。また安村のように追放されるって恐れもあったでしょうし、また手術の失敗もあったという例はたくさんあります。まあ、平常で働くことができるとか言ってますけども、そうじゃなかった例も多いですし、また手術が失敗した結果として、まあ、子供が生まれてですね、手術したのになんで生まれるんだって言って不倫したのかって言ってトラブルが起こったりもしたそうです。またこれが僕は一番大きいと思うんですけれども、手術に伴う非常な屈辱感、いや、また今も実はこれが理由なんですね。子供を患者の方々は子供を一生持つことができなかった方が圧倒的に多いんです。まあ、今はですね、患者の方々は多摩全生園でも幼稚園ができてですね、子供たちと交流があるんですけれども、それを本当に喜んでるんですね。なんで代わりに人形を持ってたりとかですね、まあ、それが本当に一番大きい、まあ、大きいというか大きいなってことを思います。長島事件についても触れたいと思いますが、長島事件、これは1936年8月10日に長島愛生園林が戻った療養所で職員が抜き打ち的に患者作業を手相点検したところ、患者が作業を休んでいるにもかかわらず賃金を得ていたことが発覚。その摘発に患者たちは反発しますが、折からの待遇への不満、まあ、これが大きいですよね。それが相まって11日や翌日よりも作業の拒否を決定します。11年園長の三田健介が患者を集めて訓示を行うも、患者側は新患者の収容停止、現在収容者数に対する予算の手術を要求、これは政府ですね。夜になってデモを刊行、革命の木到来す同志を集え正義の勝つ参加に、汗と油の賃金を奪わんとする不正の輩を葬れと書かれた張り紙も登場したそうです。13日からストライキを開始し、また職員が社長会、これは患者の組織ですね、患者の寮の室長の会を登場したとして患者側は激高。14日に開かれた入園者大会で自治制度の確立、三田ら4名の職員の辞任、定員長官による
待遇悪化の原因は園長の売名的外交と我々の人格無視にありやと断定する嘆願書を内務省に提出することが決議されたそうです。で、まあ、下で見るとですね、なんと定員が200人ぐらいオーバーした。それは無理です。で、17日内務省の管理が派遣され、自治を認めない、密談の辞職は保留、定員の310名増を認めるという案を示すが、患者側同意せずハンガーストライキに突入。13日に入園者側がまあ妥協してですね、折れてですね、自治権のみに絞り、一方の園も28日に園長の許可のもとに事業を行う自助会を認める。結果、ストライキは中止されます。林は、まあ、尊敬する三田先生の危機ということでですね、長島事件が起こると即座に長島に動きます。三田と行動を共にし、10月には新聞報道、まあ、これも先週のように騒がれるんですよね。愛の伝道であるはずの長島愛政にお手みたいな感じですね、なんか報じられるんですけれども、それに反論として長島のためにベンズという論文を執筆します。これは結構繰り返しなんですけれども、作業賃もですね、合意の上での賃金決定で、三田先生は多額の寄付をしているのに減らなかったんだ。ただサボった人だけ減らなかっただけなんだと。で、そもそも作業っていうのは、患者作業というのは、高温感謝の念から生まれるものであり、そもそも生活保障がされてるんだから、これは賃金じゃなくてお小遣いなのと、この論理を繰り返します。定員超過問題については、そもそも定員が少なすぎる、希望者が多いんだ、かつての患者はそれを問題としなかった、定員超過がそれは無言の抗議となって行政を動かす、これは KI の実績からもありますけれども、また愛生園というのはですね、すごく優れた療養所で他の療養所よりも待遇が良かったんだ。で、事件はそういう意味では自治権の獲得を目論んだ少数の死亡者が一般患者に定員超過によって生活が低下したと扇動した結果なんだと断定するわけです。防政部だけ読みたいと思いますが、患者がその分を忘れ、マルクシズムを輸入直輸入して皇室の御人系の厚きところに乱心属死を出す恐れ多き極みである。で、最後ですね、彼はハンセン病患者専用の刑務所の設置を進言します。これが実ったのがですね、1938年草津にできてですね、死亡者も出て、これ日本のアウシュビッツというふうに言われますが、草津の特別病室として実現するわけです。私は、この後ですね、同志たちの離別を次々と経験します。ここだけちょっと昭和になります。1938年ですけども、4月に沖縄に国頭愛楽園の開設がされることに伴って、医務課長塩沼猿之助、また、医の永井健二、彼は兵隊の、従軍の医師として出て、応召されですね、戦死し、また事務官の井上健がですね、辞職します。1938年には定員が700名となり、入所は725名になるんですが、このような人材不足からですね、彼はあそこまでかけていた収容旅行を初めて中止するんですね。まあ、中止するもまたすぐ復活するんですけども、でもこれは彼にとっては大きな敗北だったでしょう。戦争が激しくなって収容を差し替えるように、これは政府から言われるんですけれども、彼は日本軍を例に出し、積極性がなくては市民の達成はありえないとし、また大東亜の病院を見据え、さらなる隔離症状を解き、それこそが職員と患者のなすべき方向であるとします。しかし1942年、彼は結核を発症します。まあ、結核が多かったんですね、感染病病状の中には当時。最初、彼は延長職のまま放棄療養しますが、一旦復帰するも再発し、1944年2月10日、43歳で延長を辞任。このように書いたんですね。今と知る、自分が病を押してここに留まることが十字架ではない。愛しき星塚を捨てて去ることが世の取るべき十字架なのである。これは去ることが逃げることにあらず、留まることが逃げることになるのである。愛者にとってはこれは本当にきっと本音であったと思うんですね。林は療養ということでですね、林の奥さんの実はこの文子っていう人も実は医師なんですね。彼女が実家近くの大島青少園、これは香川県にある、これですね、この島の高松のすぐ近くですけども、ここに移ります。
職員入所者総出の見送りの中ということですけれども、まあ、一部の患者入所者はカメラの目で見ていたということが今残っていますけれども、彼はこの大島青少年で実はまた輝きを取り戻すんですよね。回復してくると患者の文芸活動の手段に抜擢され大活躍。ただこの時には彼はもう医師じゃないですので、これ実は医師じゃない、彼は医師じゃないんですね。医師じゃなくて普通の扶養家族としていくんですね。なのでキリストの患者のグループである霊公会にも積極的に参加し、礼拝説教や小学校の教師を担当するなど患者によるキリスト教活動に積極的に関わる。よく中に入っては各描写を尋問し、敬遠時代はですね、彼は白い服を全部かぶってですね、マスクを、大きなマスクをかぶって患者と近づかなかった、患者とですね、距離を持っていた。でここではまた前兆円時代と同じように、若い頃と同じように患者と一緒に過ごした。大人気だった。また彼は戦後ですね、延長経験者としては前代未聞の職員組合委員長とか、またこれ職員に復帰するんですよね。また親中米軍との交渉を担当したりもします。しかしまた後彼はまた病に倒れ、輸血にあたっては患者の血を欲したと言われ、闘病の末青少年の患者として見守れながら1947年に彼は死去します。遺体は患者と同じく病理解剖され、また患者と同じ焼き場で火葬され、遺体は遺骨は静岡 KIA 納骨堂、これ患者が帰るところなんですよね。遺骨堂っていうのが、前回触れましたが、ハンセン病療所には遺骨堂がいっぱいあるんですね。これは引き取り手がないからなんです。家族は引き取ってくれないから。林はそこに入ることを希望し、星塚とまた大島の納骨堂に、また札幌の林式の墓に納骨された。患者並みを求め、まあ、患者並みってことで彼はずっと結婚もしなかったんですね。患者9歳に生涯をかけた林らしい最後であった。最後にまとめたいと思います。林はキリストであるからこそ患者を救おうとしました。でもそれゆえに彼はひたすら官の側に身を置きました。官というこれは公立療養所の院長ですね、管理職ですね。特に管理職となった時には生真面目な性格も相まって信仰との乖離が生じました。三田健介の絶対的信頼もその背後にあり、懲罰や5時ですけども、懲罰もその連続性で承認されました。療養所にある患者は一括して悲惨と捉え、それは彼の医学部時代の原体験があるのかもしれません。療養所は楽園である、楽園であるべきである。そのために患者作業があり、財産の制限や分配もあった。楽園であるためにひたすら隔離を推進していきました。時に脅しをしたり、時に誇張したりすることも、しながら、また定員超過し患者の体が悪くなることも辞さず、ひたすら隔離を推進していきました。また林はハンセン病の伝染力の弱さをもう理解していました。しかし当時においては児童への感染の危険はあった。また精神感染も確かにないとは言えないんですよね。当時実は世界でもね、そういう例も実はあったことにはあった、まあ、しかしですね、彼は誇張や脅しを用いていった、まあ、彼をはじめ当時の職員たちが用いていた結果的には遺伝説と伝染説ですね、伝染もすごい消毒したりとか、あとはもう行ったら帰ってこないっていう修正確認ですね、まあ、それが融合し、さらなる恐怖と差別を招いた。政府国民に彼は怒ります。なぜハンセン病救済に立ち上がらないんだ。その結果彼は皇太后の権威と、それにつながる光明皇后の物語を動員したことで、ここでも信仰的な矛盾を顕在化しました。しかし彼の本音は患者への愛とキリスト教的に生きることであった。以上で講演を終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございます。今からですね、5分間だけ休憩を取って、この後意見交換に入りたいと思うんですね。実に私たちが今生かされている、生きている場所で問われているテーマが林文雄が通った歩みだったんだなということをいくつも考えさせられたかなと思います。ね、高温思想の導入や、何を勝ち得るためにその思想と自分の生き方が融合し、また融合どころか本来生きようとした生き方を誤ってしまっていることへの無自覚さであったりですね、支援を勝ち取るためだって言いながら失っていったものが一体何だったのかとか、
この宗教的正義感から始まる信仰共同体にも似たある種のカルティックな共生っていうものは、じゃあ私たちの信仰の中にないだろうかとかですね、いろんな問いが生まれる講演だったと思うんですね。ぜひ皆さん、ちょっと今から5分間の間休憩しながら、またレスポンスカードに今日の講演のレスポンスも書いていただきたいと思います。そしてその後意見交換し、塚本さんへの質問、そして、意見交換を深めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ休憩入りましょう。で、主事の方、レスポンスカードを配っていただいていいですか。